ヤブレガサウラボシカディプテリダッチは、シダ植物の一群。ヤブレガサウラボシ属ディプタースとスジヒトツバ属、ケロプラーリアからなるが、後者を独立させる考えもある。ヤブレガサウラボシ属とスジヒトツバ属では、特徴がかなり異なるが、まとめると以下のようになる。地上性のシダ植物で、根茎は長くほふする。盲状の輪片があるか、またはない。感情中心柱。 あるいは、原生中心柱を持ち、配腹性がある。葉は、胞子用と栄養用の区別があるものとないものがある。傭兵では、基部では一本の遺憾束となっているものが先端で、多数に分かれる。洋芯はほぼ単葉だが、いくつかの列片に分かれることが、多い。葉脈は、網状で、有利小脈がある。胞子の能群は点在するものと、里面一面に出るものがある。 いずれにせよ包み膜はなく、胞子脳は4細胞列の柄を持ち、玉登場の皮糸がある。胞子脳1個に含まれる胞子は64か128個。いずれもアジアから太平洋地域に分布し、計10種ほどがある。ヤブレガサウラボシ属は約8種がアジアからオーストラリアに、スジヒトツバ属はアジアに2種がある。日本には両属各1種ずつがある。 それぞれ単独で都がとしたことが多く、現在もそれぞれ独立化とする説がある。かつては、裏星かや押しだかと関連づける説もあったが、現在は否定されている。分子系統の情報からは、筋一つばかと同系統になることが示されている。いずれにせよ、この二族が禁煙であることは認められている。最も,も縁が近いのは、マニと赤とされる。またこの二化をまとめた系統と、 ウラジロカが姉妹軍をなすことから、これらをまとめて、ウラジロメグレーシャにある図とする。ヤブレガサウラボシ族は、上記のように、原生種では一族に八種ほどが知られるだけの小さな軍である。だが、その歴史は古く、他のシダ類に先駆けて中世代三蒸期後半の地層から化石が出る。この時期から、ジュラ紀にかけては、現在より普遍的に見られ、 族種の多様性も高かった。筋一つは族は一族一種とされてきたが、日本など温帯アジアのものがそれ、以南に広く分布するものと遺伝的に大きく、異なるとして分離された。形態的には単純だが、破れ傘裏星に禁煙で、この族の歴史が古いことから、そのような形から長い時間の間に、単純な形態を作り上げてきたものと考えられる。日本には、 以下の種がある。以下、エビハラ、P328 エビハラ、P328 ニシダ B、P18 エビハラ、P328 エビハラ、P327 ニシダ A、P18 から19ニシダ B、P18。ありがとうございます。